はいはいはい、オーケー。さっ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 さーと。はい、今日はブルドックバージョンでお届けします。はい、始まりました。ゆうことと TV です。今日も人生に役立つ情報を配信していきます。吉田松陰先生は、剣を本に持ち替えて知識を身につけた。です。はい。ということで、本日のお題は、恐怖の克服は簡単。目をつぶればいいだけ。こちらを読んでいきます。新しいことへの挑戦は難しいです。新しいことに挑戦するのがいいと頭で分かっていても、体がスムーズに動かない時はありませんか？新しいことに挑戦するときは恐怖があります。恐怖があると体がこわばり、行動を防げます。強い心を持てばいいと思いますが、簡単に心が強くできれば苦労しないのです。難しいと思われる恐怖の克服ですが、意外な方法で乗り越えることができます。目の大切な機能を使い忘れていませんか？目をつぶればいいのです。目といえば見ることを想像しやすいですが、閉じることも目の立派な機能です。まぶたは目を閉じるためにあります。怖いものが見えなければ怖くありません。怖い時には目をつぶりましょう。人生には目を閉じなければ進めないこともあります。目をつぶる方がいいこともあります。目をつぶると何も見えません。恐怖も消えます。目を閉じて、えいっという勢いで進みましょう。気づけば恐怖が乗り越えられているのです。今日の格言。恐怖は目をつぶって告白する。よくわからん。俺にはちょっと難しかったな。ちょっと理解できなかった。どういうことだ？まあ、目と見えること、目閉じることも目の立派な機能です。怖いものが見えなければ怖くありません。怖い時には目をつぶりましょう。人生には目をつぶる。まあ、なんでしょうね。余計なことを考えるな、みたいなことなのでしょうか。よく、俺にはちょっとあんまり理解ができなかった。難しい。なんか、アドバイスいただければ、お願いします。ということで、本日も、勉強になりました。ありがとうございます。ご覧いただきまして、ありがとうございます。それでは、ドロン。